これはラベルにブラックナンワーと書いてありますが BK インタープランツ大国の BK インタープランツではブラックナンワーという名前で販売していますが他の 業者はブラック。南ワのことを南ダ団と言っていますね。南ダ団という名称の方が大国では一般的です。これはですね、今サンルーフに持ち込んできてますが、 南シャチバナナ畑の高所の方で通年露天露地育成されていたものですだいぶ前に購入して植えておいたんですが 大きくなったところで台風によって家計接損したあと成長が悪くなってそれで他の場所に同じ山のコンクリート区画の他の場所に植え替えてそうして 元の親株から2本の子株が出てきて子株になってからずっと通年露天露地無保護栽培で生きていたものをの一本をですね掘り上げてきてちょっと前にこのサンルーフ 内にポット上にして保管しているところです。ですから和歌山県の南部町ではですね、どこに植えてもすでに通年、露天、露地、無保護、栽培が可能になっている状態です。 もし和歌山県のみなべ町と似たような気象条件のところであれば路地上で路線路地上で無保護で越冬できると思います。あとは何年かまあ2、3年かかって結実収穫できるようになるような苗ですね。 親株を購入した時からですね私は通年露天路地無本護無本を栽培でやってきているんですが、まあ、他の地域に行った場合にそう簡単に行くものかどうかわかりません四国の方たちがたくさんのバナナ苗を 出しておられますが、大抵の人は、越冬は露天、露地、無保護ではないみたいですね。あの、無家音、ビニールハウスの中でやっておられる人たちが多いと思います。 熊本県の方では露天露地でやっておられて東方とほぼ同じような栽培法でやっておられる方が良い苗を出品していますね。まだ今は 家計が細い状態ですが、来年成長して家計がだんだん太くなっていくと思いますね。あと、うん、2年ぐらいもすれば、出来にふさわしい状態になるんじゃないかと見ています。それで、そんなにそんなには、 草丈が高くない状態で出来する可能性があるように見ています。もっとすんなりと生育した苗であれば、背丈はもっと高くなって出来するんだろうと思っていますが、この苗に関して言いますとね、さほどは、 大柄な苗にならないで出来するように感じています。